枕営業ってあるんですかね、やっぱね。いやいっぱいあるよね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん、見てるプロブシです。オッケー、マジなやつじゃないですか。マジなつまずきじゃないですか。大人になったらね、つまずくこといっぱいですからね。そうです、ね、そうです、頑張っていこうね。つまずいてしかない、よろしくお願いします。今日も始まりましたけれども、何すんの今日も。今日は久々の、のぞき。おわしゃ田代正史。今日はですね、久々にコメント読みをしたいと思います。お、何のかな、何の何の何のくるちょもチャンネルに寄せていただいたコメントの中からですね、気になったものを何個か、3つずつくらい、本当は全部拾いたいんだよ。本当だよ、全部気になってるから、うん、もっとコメントくれよ。本当だよ、うん、でもいつもありがとうね。うん、ありがとうございます。早速ね、3つずつ、ピックアップしていきたいと思います。それではレディーゴー。チョムから行かせていただきたいと思いますね、はい、これ比較的新しい動画です。最近のおスマイルイルカバー、あー、うん、最近のね、マルポンちゃん、お、あ、久々です。好きですってことですね。もうね、マルポンちゃんといえばですね、もうくるちょもチャンネルもう子さんと言ってでもね、そうね、結構初期から、ね、ありがとうございますね。ありがとう。あれの動画の裏テーマ、俺の中では途中ちょっとねつまずいてるんですよ、歌がね、うん、取り直さない勇気っていう。なるほどね、いや大事大事、うんうん、みんなあのぐらいちょっとつまずいちゃったら取り直すんですけど、いや全然取り直すよね、うん、で取り直さない勇気。いやでも嬉しい、こういう普通のコメント嬉しいですね。いや嬉しいね。僕が最近ちょっとですね、クラブハウスの方で、幅が利かしてるからね。ブイブイがしてるから、ちょっとだけね、あのお世話になってるんですけど、ちょっと、お名前だけ、小金さん、ありがとうございます、うん、ナポレオン48世さん、あ、出す。この方大阪の飲食店を、ね、応援されてる方で、あ、飲食店やってるんじゃなくて応援してるんですね。そうそう、お、いいですね、うん、でちーちゃんさん、ありがとうございます、出す。そして矢野キャンプさん、あ、出た矢野キャンプさん。指針多めの。この中で最近ちょっと矢野さんがよくコメントをくださってるので、その中で外でカップヌードルカレー食べたらうまいのかと、これも割と最近の動画なんですけど、ね、BD タープで秘密基地みたいなアレンジで、うん、タープを貼っちゃうっていうのはいかがかしら。俺 DD タープ、あのタープは分かんだけど、うん、DD が分かんなくて、童貞童貞ごめんね。誰が童貞。デジタル童貞、あ、そういうこと、わかんない、あ、全然わかんない。そんなマジな反応すると思わなかったよ。十分楽しんでるじゃない、不足を楽しむこともキャンプの醍醐味よ。あれやこれやって物欲と欲求不満の狭間に吸い込まれていっちゃうのということでね、吸い込まれていっちゃうのの行くはカタカナのいっちゃうのになってますけどね。これはクルチョモゴですね。なるほど。ありがとう、矢野キャンプさん寄せてくれてるんですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、これクラブハウスで知り合った方が、うん、いやすごいよ、クルちゃんたくさんクラブハウスからね連れてきてくれてるんで。ね、ちょっと、ぜひよろしくお願いします。結構前の動画なんですけども、うん、はい、チントツ町のアナル、煙突町のプペル食べたカバー、はい、ね、これね最近とかも見てもらえててね、うんうんうん、ありがたい限りですけれども、週一ロングタイツチャンネルさん、はい、天才かよ、あー、この定期的にある天才かよコメント。嬉しいね、いやほんまに。もう一人ね、はい、西彩さんって人も超笑った、わら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 、やば、わら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 。この方のツイッターでも僕らのリツイートしてくれてて、へー、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、僕もちょっとチントツ町のアナルのコメントを一個読みたいんですけど、うん、音楽配信ミキさん、バナナの日村かと思った。ふざけるね。いやいや、久々に言われたなと思いました。あんま最近言われてなかったんですけど、何かな、嫌がらせかな。うん、すぐ帰ってください。ありがとうございますだけなんですけど、キッチンダイブさん、ありがとうございます。あ、キッチンダイブさんね、本当にお世話になりました。動画上げたキッチンダイブさんからねコメントが来てね、ねえ、ね、ありがとうございます、ね、今なんですかね。こらこらこら。ガチのやつ、ガチのやつ。じゃああと1個ぐらい、このちょっと前の動画ですけども、くるちょもが選ぶ唐揚げくんのガチランキング6種食いましたね、これね、 あったね、すももさん、すももちゃん、はい、
私もからあげくんレッド大好きなんで、そんなに種類あることに驚きです。めちゃくちゃ参考になります。私も買って食べてみます。これはね、レポった甲斐があったよね。一番いいコメントや。一番いいコメント、マジで。知らない味買うのって怖いから、参考になったら嬉しいですね。嬉しい嬉しい嬉しい。そしてこうやってね、コメントしてくれるとね、本当に頑張ろうってなりますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。最後はですね、2週間前の動画ですね、アジアスの唐揚げの動画ですね。ラビットナッツさんの、唐揚げ食べたい、見た感じ竜田揚げみたく見える、いけわらわら。確かに竜田揚げっぽい衣の感じがね、ちょっとっぽいからね。うん、これちょっとね、変えようか。あんま広がる、これで最後にしますね。じゃあね、はい、今年はちゃんと年始に初詣、今年もくるちょもの運勢占ってきた、こちらですね、コメントをいただきまして、はい、このおみくじなくしました、井出くるぶしさんからいただきました。ありがとうございました。アナルに入れた。定期的にコメント読みやってますんで。いやでもね、嬉しいよ、ほんまに、うん、本当に励みになるから、一つコメントがつくだけでも。そう、うん、1日2回は更新してるからね、来てないかなって。何より励みになります、ね、なのでこれからもですね、グッドボタンとコメントぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、今日は久々にコメント読みしてみた、お送りしました。ありがとうございます。あげぷでしょ。セール。俺の運勢この動画でもう一回見てる。